はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは。今回もですね、無双ロチ Z やっていきたいと思います。久々の、プレイになりますが、今回ですね、チンソの戦い、第6章、やっていきます。前、前、第5章やったはずなんで、5章と外伝、今回は6章ですね。やっていきます。ダッキを捕らえ、バッカに加えた装備は、装備の復活を宣言した。来るべきオロチとの決戦に備え、総比は自軍の強化を画策。浅井長政率いる反乱軍を吸収合併すべく陳倉へ向かった。お、陳倉に浅井長政おるね。さあやっていきましょう。ストーリーがどんなストーリーやったか全然覚えてないけど、まあまあ久々に、ね、前投稿してからどんぐらい経っとるかな。5ヶ月ぐらい経ってます。はい。5ヶ月ぐらい、経ってのプレイですね。戦国無双と三国無双に最近ちょっとハマりすぎたんで、まあどうしようもないですね。はい。ということで、やっていきます。チーム情報。とりあえず、ここら辺はですね、まあそのうちまたやっていきます。はい。そのうちまたやっていきます。ちょっと待ってよ。アクション。無敵状態でガード不能攻撃を行う。まあいいんじゃない?とりあえずやっていきましょう。はい。どうしよっか。アタッカータイプ、パワーの強化。長領を使いたい剣。回復無双。戦闘中徐々に無双ゲージ。技型がとりあえずいらんかな。あとはね、どうしましょう。無双消費技の消費量が少なくなる。経験値欲しいな。これでいっか。長政の撃破、本陣の陥落ね。あ、まあまあおるな。よし。やっていこう。さあ、久々のプレイです。楽しみですね。今ここに葬儀の復活を宣言する。さあダッキー大丈夫?怒ってない?彼怒ってない?いや、あのね、陳倉もこういった無双法のやつと一緒だよね、これ。はい。今回は城壁から敵本陣に向けて進軍だ。オッケー、来い。オープンへ前出しては止められぬ。来いや。いやー。ずるいぞ。オッケー。もっとね、この、もっとね、特技を習得していって、馬特技とかも習得していって、武器ももっと強化していったら、化け物みたいに強くなるんだけど、まあ、それはおいおいでやります。とりあえずはストーリーをクリアする。まあ、それが先決。どこ行くねん。はい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 、強っ。これね、なんかあの難しい難易度いけそうな気もするやん、するんやけど、これ意外と難しいのよ。難しい難易度が意外と難しいのよ。難易度が1個上がるだけで全然違うけんね、これ。これ、あ、これで変わるんか。はい、お任せ。
まずこいつ倒す。赤尾くん。あー強いなこいつ。こいつ強いな。おいちを倒す。強くない？強いな。いいですね。さすが長領。しかもさ、これ回復とかの位置も多分無双4の珍装と一緒よね。壺の位置とか一緒やもん。まずこいつ倒すよ。ほら。あ、いい。強い。すごい強い。これさ、馬呼びなんかなかったっけ？馬呼びみたいなのあったっけ？あ、わからんな。なんか馬呼びがどっかでできたと思うんだけど。よし。とりあえず、長領の、無双ロジ Z もスイッチで出とったらな。スイッチであったらだいぶ面白いのに。レベル上げもしやすいし。うら。うら。はい。はい。オッケー。さすが。さすが、お長領。もっとね、ストーリー進めて、で、スキルとかレベルも上げて、もっと難しい難易度でやりたいな。強い。よし。強いな。マジ強いな。えぐいな、こいつ。あ、変なところから回復出た。回復は違うんか。回復の出る場所は適当か。なんか箱から出る。なんじゃねえ。これでは朝倉殿の援軍は望めぬ。西の守りを固めろ。敵の侵攻に備えるのだ。こっちはこれいける。あ、でもここなんもないな。守備頭がおるだけでないんか。ほら、よし。こうやってさ、武器どこで取れたっけ？武器って何かで取れたっけ？覚えてないの。もっと攻撃範囲が拡大してほしいな。はい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 。おい、来い。オッケー、オッケー。うら、うら、強っ、強っ。ぶっ壊れてる。あ、出た。300人撃破したけん、なんか来たな。味方軍対武将防御上昇。あ、そうそう、なんかこんなんがあるんよね、今回。ようわからん、このシステム。ロラ来いよ。ドン。なんかさ、なんかさ、なんかなかった。か、アクション。無敵状態でガード不能攻撃を行う。これ出んのやけど、なんで？あー、馬呼びはセレクトか。馬呼びはセレクトで、タイプアクションね。ないよね、打てんだよね。もしかして無双ゲージ溜まってないとダメ？無双ゲージが溜まってないとダメなのかもしれない。拠点を制圧。ここか。お任せ。お任せ。はい、来い。はい、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 はい。
さあ逆側も制圧しましょう。いいよね、ムソオロチ Z やりやすいよね。逆にムソオロチが単純な無印のムソオロチがちょっと操作感悪いなって思うな。 PSP でやる分には全然何も思わんかったんやけど、この動画を統合するっていう身になるとやっぱ効率のいい方をやっぱやりたいやん。でこっちの方がなんか追加要素多いらしいし、なんなん、やめてくれよお前ら、どけ。意外と範囲が狭い、俺がおめえらの本陣に突っ込んでやるぜ。意外と範囲が狭い。ほい、ほら、ほよほよ、よし。ちょっと待って、装備、ジョコはね全部取ったんよ。アクションジョコのアクションは取ったのよ。あとは装備で60人撃破したらいいらしいけん、60人撃破するか。そんなに多分時間かからんやろ。なるべくね、このスキルを効率よく取っていくと、まあ嫌顔でも強くなるんで、武将が。で、ちょっとだけね、裏で作業してきたんですよ、この前。この前というか、5ヶ月前ぐらいに、裏でスキルを何人か取ってきたんやけど、そもそも、選べる武将が少なすぎて、取るもクソもなかったよね。ちょっと装備で遊ぼう。装備でちょっとだけ遊ぼう。ほら、こんなんやけんさ、こいつ。こいつこんなんやけんさ、遅いのに。武器もヘボい、武器もしょぼいし、今。ほら来い。あ、また下行った、あいつ。なんか誰か下行ったんやけど、なんなん。とりあえず60人倒したい。あ、馬乗ったがいいかな。馬乗ったが早いか。あ、こっちの方が早いな。ごめん、馬の方が早い。これで60人倒そう。はい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 。はい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 。来い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 。これで60人、オッケー。ゲットアビリティー。ゲットアビリティー。よし、いいよね。この妖属性いいよね。妖属性ガード無視、ガード無視攻撃があったらほんま強いわ。これさ、カンネおるよね多分。カンネが下におるか。あ、めんどくさ、これまた上がってこないかんの、下から。超めんどくさいんですけど。あ、また上がってこないかん。ほら、あやばい、書こうとしめやん。そう簡単に首はやらねえぜ。首などいらぬ。欲しいのはお前の。おいおい。でもさ、これカンネってさ、オロチ軍におるってことよね。違う。だって、ソウヒはオロチ軍に首する時代終わったって言ったけど、オロチ軍ではないんやろ。なんかカンネ、意外やな。カンネってそういうのなさそうやけど。何が何でも抗いそうな感じだけどね。よし、行くか。これで上行きましょう。ズバズバ攻めていきましょう。ズバズバ。いけるかな？君にもできるかな？これ裏作業が結構時間かかるゲームなんで、まあストーリーを進めながら時間の時に裏作業を進めて、まあ、ストーリーをサクサククリアしていきましょう。で、ムソオロチ2とか3がスイッチであるんですよ。で、スイッチの方が僕都合いいんで、ゲームするにあたって。いろいろ。なるべくスイッチで進めたい。っていうのが個人的な願い。思い。
OK、まあこれはこれで、武装値は残念ながらないんで、スイッチ。プレス3しかないんで、これは仕方ない。Z ですね。Z。あ、Z じゃないわ。武装値2、アンリミテッドかな。無印でやろうかなと思ったけど、やっぱスイッチがある分だったらスイッチでやりたいね。ストーリーは多分そんなに変わらんし、そんなに違うもんでもないんで。で、追加要素もあるし、まあオリジナル版よりも、まあ無双の地とかに関しては多分先々に出とる、多分リメイクされてるやつの方が、多分面白いと思う。お、こいつなんか裏切るか。裏切るか。裏切りはせんか。まだ裏切らんか。オッケー、強い強いよ。さあ長政倒しましょう。あれ、いけ。あれ、どこ。なるべくね、馬術強化を持っとる武将を。負けたやん、あいつ。なっしょ、なっしょねん。なっしょねん。こい、これか。うるら、あ、なるほどね。無双ゲージが溜まってないとできんのか。うるら、あー、どこ行った、どこ行った。いやー、やめてー。はい、おい、あー、うざ、お前なんじゃ、なめんなよ。 OK、 倒した、よし。それがしの槍では貫け。面白い無双ロチ。お前はよく戦った。無双ロチってやっぱ面白いよね。PSP の時俺ほんまアホみたいにハマったけんな。ずっとしょったもんこれ。敗軍の将は死あるぞ。我が信念貫かせていただきたい。貫かせていただきたい。長政様。そう、最近ね、戦国無双2になってさ、お市をプレイすることがあったんですけど、お市可愛すぎんの。初代から考えたらだいぶ違うよね。オロチをぶちのめす前に捕まるとは、いるなり役なり勝手にしろ。みんな死を望む。ちょうどいい。これから我らはオロチと決戦を行う。我らに付き従い、この戦に参加せよ。そこをお前たちの死に場所にするがいい。いいよね、なんか関寧が宗妃の下につくって結構なんか熱くない？俺結構好きよ。宗妃と関寧一緒になってほしいもん。オッケー、浅井長政ストーリー、お市も使える、関寧も使える、やったね。あー、全然いい武器こんな全然いい武器こんな。さあ、ということでですね、続きやっていきましょう。あのね、俺ちょっと考えたんです。1時間ごとぐらいでやっていこうかなって。うん、1時間ごとぐらいで。1時間ぐらいにしてストーリー進めていこうかなと思って。今度、領主ですね。まぁ、あ、ちょっと難しい難易度はまたそのうちやります。本当はね、生配信とかでやってみたいんやけど、生配信ちょっとやり方がわからんのと、僕ちょっと、あの、生活スタイルが、結構バラバラなんで、あんまり生配信できるようなスタンスじゃないんで、なるべく動画で1時間ぐらいかけて1本ずつやっていこうかなって最近思ってます。あー、新規。かわいい。どうしい。我が妻。あー、出た。トウタクや。トウタクを総大将とする軍勢を派遣し、総兵軍の殲滅を図る。新規を救うため、総兵も直ちに進軍を開始。オロチ軍と総兵軍は領州にて激突した。領州にて激突した。さあ、これ外伝やけんね。外伝は特にストーリーないんよな。これがすごい残念なところよ。
これってね、メンバー変えれんのかな？メンバー変えれんのか？経験値増加、体力 30% 維持、3部首を撃破やけん、最後のとどめだけさせればいいんやね。やっていきましょう。最後のとどめだけさせてもらいましょう。総比に。これを3人やるだけで、経験値増がもらえます。ほら、こういうことですわ。これだけでいいの。便利やろ。便利でしょ。こういう戦い方でいいのよ。で、次こいつ。おら。おら。敵の砦は怪しげな雰囲気ですよね。罠があるかもしれません。ご用心。ミスった。ジョー、お前倒すなよ。オッケー。よし。これだけでいいのよ、このステージは。妖術兵長。あれ、どこ行った？ OK！ 取った。これで OK！ これで、お見事な腕前ですな。力がみなぎってくるわ。よし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 。なんか覚醒しとんな、あっちこっちで。この祈祷書を潰せばいいんやな。これ以上勝手な真似はさせぬ。私と手合わせ願う。ほい、おら、おら、おら、止められぬ。大丈夫大丈夫、止めれるよ。あー、やっぱ武将はいかんねえな。もういっちょ、もういっちょ。オッケイ、オッケイ、ちょ。さあ、これでですね、もう一個制圧しましょう。やっぱ武器ないな。武器箱ないんか、今回。ここにも多分妖術兵長よね。これね。よっしゃ。よし、強こいつら。あ、強いな。けこい、またくだらぬ術。うちょ、術者を探し倒す。えっ、オッケー。なんか強くね。あ、無効化できた。あんまり弱いと、でも今度ね、あれがないもんね。経験値が弱いもんな。あ、そんなことないんか。あー、もうなんなんお前ら。向いてほしいな、向いてほしいな、お前ら。俺が動いたらいいんか。この拠点撃っとい。こいつ潰そう。いらっしゃい。はいよ。オッケー。さあ、上の拠点潰そう。上の拠点を潰そうよ。上の拠点を潰そうよ。
こいつですな。ちょっと待って、お前の前に先妖術兵長を。あ、でももう多分関係ないよなこれ。マジで。はいはい、もう一丁。こいつ誰や、範疇、範疇やったっけ、範疇やったっけ、範疇やったよね。俺なんか、あれあれ、やけに気合い入ってんな。さあ行きましょう、これでラストかな。私と手合わせ願おう。ないよね、何にも。危ない、サトミ。ほら、どうしてサトミ。え、待って待って、ちょっと待って、これ幻覚か。よくない。こいつまず倒そう。新規しかも声変わってない?こんな声だったっけ、あいつ。ちょっとか声変わっとるよね。来た。やばいやばい。妻を救いに行こう。どっちだったっけ?これ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 、ソーフィア。なんか気持ち悪い、こいつの色。FA みたいな、FS じゃない、なんだっけ、 FF みたいな。いいですね、お前らラブラブやな。嬉しい、羨ましいわ、羨ましいです。僕だってそうなりたい、新規名さんと。よし、え、新規ってこんな声やったっけ?もっとなんか妖艶な感じ出てなかった?ムソロチやけん?ちょっとなんか静かよね、いつもより。もう大丈夫。我が気を助けてくださったのですね。ああね、いや、なんか違う気がするな、俺。なんか俺の知ってる新規の声じゃないんやけど。あ、コタロゴル。うーる、よし、そう、なんか来たんやけど、何今の、今のなんなん、前も俺これなったんやな確か。ちょっと待って、お前なんか強ない?待てって。なんかお前攻撃当たらんねやけど、なんで?ほらおい。ほらおい。どけ、お前ら。強い、トータクがちょっと強すぎる。よし、おい来い、おい来い、おい来い。当たらんねえけど、倒す倒す倒す、オッケー、いい、ナイス、やったね、よかったよかった、倒す倒した。まあ強いっちゃ強いんやけど、難しいよねこのゲーム。もうスキルゲーやけんな。残がある、よし、これはいらん。残がある、いいな。あ、雷、あ、いいですね、神速と勇猛が来た。
待って、ガダン来たやん。あ、ミスった。俺捨ててしまった。ガダン。ミスった。マジでミスった。新しいシナリオ追加。さあ、どうしましょうか。もうちょっと進めるか。武器改造しよう。長領の大光連投を、勇猛が欲しいんで、勇猛と攻撃負荷、これ。なんしとんねん。破天。神速欲しいよね。神速がマジで。このゲーム、神速ゲーやけん。神速ゲー。さあ、もうちょい進めますか。どうしよう。どうしようか。とりあえず終わるか。終わって次にしよう。やっぱ2つずつにしよっか。無双路地は。外伝とメインの方を進めていきましょう。はい。ということでですね、今回はこんな感じで終わります。また次の動画でですね、次に7章かな。7章やっていきますので、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。